はい、ビッグバン格闘技クイズ。撮影編集のカラオが、今回司会出題としてやらせていただくのをビシバシ行かせてもらおうと思っております、はい、これクイズ大会、はいはい、お三方で争っていただくんですが、はい、負けたら谷山さんどうなんですか。負けたら、はい、あの谷山ジュン対人トレーナーから思っきりタイキックが来ます、はい、本物本場の本場のタイキックね。まあ、それはあるんですか。タイキックをやられたことは。蹴ったことあるんですけど、蹴られたことはマジで1回もないぐらい。初動タイキックを来ます。マジ普通に食らわしたいわ。これは初めてのタイキックです。やっていきましょう、これは。はい、ということで、これまあ、この格闘技界に関するね、クイズを私が出していきますので、まあ、挙手制でもいいですし、お三方で聞いてることがあるかもしれませんが、はい、クイズで答えていただいて、一番正解が少なかったが大吉。何問あるんですか。まあ、大体7問ぐらい。7問ぐらい。6問、7問。あ、じゃあ3問。ああ、そういうことね。はい。よろしいでしょうか。はい。はい。はい、じゃあ第1問から行きましょう。はい。はい、K1MAX に、関するクイズでございます。はい。谷山さんと松倉さんはですね、旧 K1 時代から、K1 に参戦していらっしゃる、古参ファイターと言っていいかなと思うんですけれども、松倉さんの階級である K1MAX は、2010年に優勝したペトロシアンが最後の王者だと思われることが多いですが、1年空いて2012年に K1MAX は開催されております。優勝したのは誰でしょう。はい、速報で挙手で、お答えください。はい。はい、ありがとう。グローエンハート。お、正解。ジョさんに勝ったやつ。決勝で確かキシェンコに勝って、そう、KO。それはすごいわ。はい、というわけで、じゃあ、タリアさん1問、ありがとうございます。はい。じゃあ、第2問、聞かせていただいてよろしいでしょうか。はい。はい。はい、それではですね、シュンタさんも活躍した、超メジャーキックボクシング団体ノックアウトの、初代、スーパーミドル級王者は誰、ソフトで、はい。僕。はい、松倉慎吾。それと今のは絶対有利でしょ。ゲストですから。ゲストですから。で、シュートさんも関係してる団体ですから、ね。ああ、そうですね。関係してる団体といっても、ちょっと、細かく言っちゃうとあれですけど、まあ、昔のロックアウトだったらちょっと分かった。ああ、なるほど。あるかもしれないです。はい。まあ、間違いない。じゃあ、行こう。はい。じゃあ、もう早速、第3問。はい。先ほどちょっとお話に上がったんですが、松倉選手は、ビッグバンに参戦されていらっしゃいます。で、2010年代前半ですから、まだ新生 K1 がない頃かもしれませんね。ですから、当時のビッグバンはですね、日本最大の超メジャー格闘技団体だったと思うんですが、谷山さんどうですか。いや、そうでもなかった。やっぱり違う。やっぱり違った。そうでもなかった。いや、すげえ性格悪いな。違いますよ。ごめんなさい。まあまあ、それはいいんですけども。はい、じゃあ、日本格闘技界重量級期待の星。松倉慎太郎選手は、このビッグバンに、今まで何回出場しているでしょうか。はい。ちょっとこれご本人だって許しすぎる。谷川さん。2回。2回。ですが、先ほどちょっと、撮影前の会話で、2回出場しているというお話があったので、はい、これはもう本当にクイズにならないので、はい、追加でちょっと出題します。はい、2回と答えた。はい。じゃあ、その2戦ちょっと内容というか、大事に言ってください。ハレルヤ選手と、はい、その後は、キロサンドです。はい。そうですね。最初、ごめんなさい、あ、これちょっと間違ってますね。最初に戦ったのがキロ選手。あもうちょっと説明すると、最初は2011年のビッグバン7のメインにもういきなり登場。で、キロ選手にバックハンドボールで負けてしまったんですけど、バックハンド、大変なこれちょっと反則したかったのか。いや、余裕で有効です。ボケむずいっすね。OK。あの、反則なかったから、じゃあ負けてしまった。まあ、2回目はね、あのビッグバンないんで、見事にね、2ラウンドボディーブローで KO されたということで、まあ、ちょっとこれは0ポイントですね。谷山さん有利すぎるし、そこであの順番間違えられちゃうと思う。まあ、順番間違えたからね。まあ、確かに。まあ、3問ともそれでいったら、松倉有利。ちょっと関係性が。ゲストですから、ゲストはゲストで、もそこは1問ぐらいでしょ。何やってんの。分かりましたよ、分かりました。じゃあ、松倉さん以外の、学校に関係の、はい、クイズ今から出しますんで、そっちの方がいいっすよ。いいですか。はい、いきますよ。マジで答えたいから、これすごい短いんで、ね、
これも即答になると思います。はい、答えてください。大学時代は柔道で活躍し、今年の2月に亡くなられた石原元都知事の下のお名前は？はい。はい、新太さん。新太郎。新太郎、はい、新太郎。今何を思い出した？いや、僕慎太郎だと思ったんですけど、ちょっと意外と自信ないなって。ちょっと待ってください、今のもちょっと松倉慎太郎じゃん。ちょっとかかってますね。確かにそれもかかけちゃってるね。あ、そういうこと？あ、全然気づかなかった。今これ答えてから気づいた。ちょっとね、今ね、あの格闘技クイズと言いながらも松倉クイズしか用意しておりません。はい、ちょっと待って、それはさ、ゲスキック、これ罰ゲーム どうなんのかなって。俺とトシキが濃厚になって、俺が濃厚になるじゃん。まだ全員1ポイントです。今引き上げ。ちょうどいいぐらいです。あ、バランス取ってます。何、バランス取ってます。あ、仕事できる。ご安心ください。はい、じゃあ、行きたいと思います。そろそろもう後半戦ということなんですけども。あと何問？ 2 問。あと2問ですね。はい、じゃあ行きます。松倉慎太郎選手といえば、超エリートの家系ということで、生まれはなんとフロリダのマイアミ。これはあれですか、松倉さん、お父様のお仕事の関係と。そうですね。なるほどですね。はい、海外出張するようなもうエリートの家系ということなんですけれども、そんな文武両道の松倉選手は、どの大学に。はい、はい、慶応大学。慶応大学でございます。よっしゃー、金子さん2ポイント。慶応中退してますよ、ね。はい、あ、中退。もうすごいな。基本的にだってめっちゃともいいよ。はい、エリートや。ちょっと待って、その前になんでこれ手挙げられないの？楽しく行くと瞬発力が。いや、すごい。瞬発力大事じゃん。ちょっと時給系なんで。でもなかなかいないんじゃないですか、慶応ボーイの格闘家っていうのは。なかなか。そうなんだ。足りないと思います。大尊敬しちゃうわ。でも、たまたま、はい、あの、谷山ジムの支店の、はですね、全員大卒で、中華さんなんか引率じゃん。そうですね。うん、どこ、まあ、わかります。はい、そうですね。はい、あの、はい、そうです。はい、あ、少年院。そうですね。マジで、切り方が。ちょっと後で肘入れて。よろしいですか。はい、はい、じゃあ、最後の問題、よろしくお願いします。来週、そして慶応という日本の2大メジャーで活躍する。松倉選手ですが、実力の割にちっとも伸びない松倉選手の YouTube についての問題でございます。それに言うと最近頑張ってますよね。はい、松倉選手の YouTube といえば、もう子供も生まれたのにですね、夫婦でデートの動画を公開するというどこに需要があるのかわからない動画で好き勝手にやっておられるわけですが、その YouTube で公開されている瓦割りをする動画と愛されたの怪我についても、語った動画2つございます。どちらが最高再生回数を叩き出して、はい、対戦相手。はい。いや、まず、お手つきでしょ。お手つきでしょ。ちょっと、中華さんの答え聞きです。どうぞ。はい。どっちですか？ちょっと、もう一回読みます。ええ、これちょっと、本人有利すぎるんで、全部読んだ上で中華さんの答えください。はいはいはい。うん、どちらが最高再生回数を叩き出し、どちらが最低再生回数を叩き出したでしょうか？瓦割りがだって、最低なの？じゃあ、変わらないが最低で、奥様のやつを、大戦相手何？大戦相手って語った動画が最高。奥様のと関係ないか。奥様のと関係ない。何？大戦相手何ですか？大戦相手について語った動画が一番再生されてる。あ、そういうことね。だとしたら、そっちが最低で。どっち？その、大戦相手と語ったのやつを語ったやつが最低で。最低。はい。変わらない終わりが最高で。まあ、言いましたね、今ね。はい。じゃあ、正解は、じゃあ、ご本人様の方から、どっちが最高再生回数ですか？対戦相手の方に怪我について語った動画が5万回再生ということで、瓦割りは3万回でございました。ちょっと待って、全然伸びないとか言ってない。あと芝居。マジで。最低回で。マジで。ちょっと言い出しでますね。ちょっと待って、今さ、でもはっきり言って、はい、なんとかって言ってたじゃん。その反応答えちゃってるから、お手つきでしょ、まず。いやいや、でも正解だし。いや、だって俺と松倉君が一緒に上げた瞬間に、だって本当はどっちかっていうふうに、されてから話すはずじゃん。谷山の時聞いてほしいんですけど、はい、まず確か2人出られましたよね。はい、で、正解を知ってる松倉さんはもう正解言ってました。はい、で、その後、ちゃんと回答権を渡して、で、松倉さん。聞こえなかったんだもん、だってそこ。
そこはそんなことない。俺好きだ。でも今、俊太さん間違えてましたからね。どっちにしようか。じゃあ、だってその前の段階でお手つきがあったわけだから、それはだってカウントされないでしょ。もう一個出して。うまいわ、それは。ダメ。いや、まあ、いいです。じゃあ今の動画のください。まあ確かに、松倉さん有利すぎる説はなくはない。絶対次は松倉以外で頼みます。そう、それでそれを最後にしましょう。じゃあ松倉さんに、じゃあ関係ないクイズ、はい、じゃあ今農家で今松倉さんの名前は出しませんで、すいません、ありがとうございます。いやいや、すいません、すいません。じゃあ次は松倉さんの名前出しませんよ。はい、元グラビアアイドルの犬堂さんの、アイドルグループの名前を、はいはい、どうぞ。シャーベット。はい、正解です。あ、ギュッとしたけど、ごめんなさい。いやいや、後で芝居で止まったの三角じゃん。ちょっと、この下がやられて。多分、一発やられた方がいい。あ、そうだ。ちょっとやられてるのがいい。というわけで、結果を発表いたしましょう。はい。俊太さんがビリでございます。サーキックの方、じゃあ、ちょっとこれからよろしくお願いできますでしょうか。はい、はい、じゃあスタンバイできてますので、ね、はい、じゃあ瞬間さん、この向きでいいです。この向きで、はい、もちろんすごいです。本当に大気を大事にかけるっていう、ちょっと待ってなかなかないですちゃんとね、ね、はい、重いね、強い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 、うおぉーもリアルなのしないな、そうマジで、はい、ちゃんと手で切られたかーいって、いや、ケツっていうか、ケツの尾てい骨が変だよね。痛い。骨に響く。ならない方が痛いです。ありがとう、ここか。いや、でも、やべっは、絶対この人もやれる。そうだよ、本当そうだよ。いや、俺が誰にやられればいい。いや、でも、りょうさんしかいないでしょ。あ、そうだ。もう、松倉から。そう。松倉くんいいっすね。怖いもんやろ、松倉くん。そうそう。しかも体重的にもいいっすよ。いや、いや。ちょっと待ってください。待ってください。どこで、どこから、え、どっちでいける、いや、マジで思い切りやっちゃっていいよ、松倉くん。はい。しゃ。いや、でも、ねえ、ねえ、あ、ちょっと待って。え、松倉くん、蹴り心地はどんな感じだった？え、でもめっちゃ良かったです。ね。なんか、今、めっちゃ、カナオさん今、締めたでしょ。しびれる。しびれた。試合の気になった。しかも、この感じの、カナオさんの、痛がりぐらい、M でしょ、完全に。ちょっと喜んでます。喜んでます。はい。ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。